こんにちは、後藤修洋です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものを取り上げご紹介していきます。今までのコンテンツに加え新シリーズです。タイトルはフォトブックス&アザーズと言います。注目すべき写真家、クリエイターが登場し、自作や自分が編集した写真集、もう一つあります。アザーズというのは自分が尊敬したり影響を受けた写真集というものが登場し、その2つを語りながら進めていくというふうな形になります。昨年の東京アートブックフェアの正式サテライトイベントで行われたものを編集し提供していきます。ぜひ注目してください。第1回は玉田由紀さんです。まず自分の作品の説明をしましょうかね。そうです、はい、私は基本的に写真を撮ってそのまま出すという作品は作ってなくて、まあ、いわゆるスカルプチャルフォトグラフというか、写真を撮って表面を削り取って、もともと印画紙の白を出していくような作品から始まり、写真を燃やしながら、燃やしたものをこういうふうに、ね、たくさんコラージュしていて作品を作ったり、あるいは、母親と一緒に1枚の海の写真の水の部分を燃やしていくという決まりを作って、制作を作っていったりしています。で、私すごくは、写真集を作るのは夢なんですけど難しいんですね。なんでかっていうと、写真を壊すことをしていて、しかも複製可能でなくなるもの、一点ものを作るということをしているからです。で、それをもう一度写真集にする、平面に戻すってなるとカタログになってしまうという、作品カタログになってしまうっていうことがあって、それでずっと悩み続けているという感じです。で、そんな私がちょっと、あ、こういう形ならありなのかもなと思ったもの、この小野洋子のコンセプチュアルフォトグラフィーというブラインドタイガーから出しているものなんですけど、1500円で当時売ってました。ちょっと勘違いしてて、この私バーティカルメモリーっていうものだけで一冊になってるって記憶にしてたんですけど、ちょっといくつか作品が入ってますが、これが本当ですね、このように同じ顔の写真がずっとなんですね。で、隣に小野洋子の書いてある文が書いてあると。で、この顔一体何なんだろう、まあ、なんとなく男の人には見えるけど誰なんだろう、で、横のテキストとどう関係があるんだろうって疑問に思うと思いますが、これは小野洋子のお父さんとジョン・レノンとショーン・レノンの顔写真をコンピューター上で、融合させて作っている。そして横にこう振りながらこう写真を撮っているもので、でここに書いてある文章って何かっていうと、例えば、この顔は医者1とか父親とか書いてあって、あ、そういう人なんだなと思いながら読むみたいな仕組みになっていながら、これは小野洋子が生まれてから死ぬまでに出会った男の人とのなんかトラウマティックな出会いみたいなものが文章になっている。例えばドクター1だと、私は生まれて、彼の目を覗き込んだと。彼は私をこう持ち上げて、私のお尻をピシャリと叩いて、生まれた時の記憶みたいなものからどんどん始まって、先生とか医者にとか、医者が多いですけど、なんかこう精神科医にかかったら私の問題はデートしないことだって医者に言われたとか、そういうことがずっと書いてあったりとか、
するもので、だからこれはずっとイメージ同じイメージがつながっていて文章で変わっていくってもので、展示もしてるんですね。展示作品もあるんですけど、このように展示もするんですけど、展示したものよりも実は私は本の方が面白いんじゃないかな、そういうことに対する憧れってすごくあって、例えばあの白里恵子さんの最近の、ヒューマンスプリングも展覧会見に行きましたが、私は実は本の方が優れているんじゃないか、こっち側がずっと同じ顔が続いてるってことですね、っていうふうに感じてしまった。でそれって私がすごく憧れていることなので、こう実物の作品なんかを超えて写真集が好きっていうのは、だからどうしたらそうなるのかなってずっと考えてたんですけど、私の場合写真を撮った時に、撮った理由があると、写真を撮った理由があると私は思っていて、だから私が写真を撮ったものは全部何らかの燃やすでも削るでも手法を見つければ全部作品化できると私は思っている。だからそのプロセスが多分他の写真家が写真集を作るプロセスと一緒なんだろうなと最近は思っていて、だからメディアの問題になるんですけど、だから私がこういう写真集を作るとすれば同じような思考法で、写真集を作るために作品を作らなくてはいけないのではないかということを考えています。とはいってもそれすごく難しいことで、こう作風自体を変えていくことですからということで、私はいろんな、ね、あのコラボレーションワークをしていくことになるんですね。でその時にこう参考になるのがブラッシュタイのグラフィティ、どういうものかっていうと、ブラッシュタイがね、このパリの街中にグラフィティって言ってもこうスプレーペイントとかではなくて、こう刻まれているいろんなあの石の壁とかに刻まれているさまざまな模様を写真に撮るっていうことを40年ぐらい続けてる。記録は一冊の本になってると。でその削られたものが、ある種人間の初期の衝動とか何かを刻みつけたり、こうデスとかラブとかプリミティブアートとかマジックとかそういうふうに分類されて、いろんな模様をカタログ化してるんですけど、そういうのを見ると全体の細部ですよね、細部を作ってきて本を作るっていうやり方っていうのも私はちょっと面白いなと思って、これ滝沢博史君とのこの、まあ、滝沢君も同じようにあの彫刻的な写真を扱う作家ですけど、このようにこう全体の写真があって、まあ、裏もあって、でそしてだんだん細部に寄っていく、細部に目を寄せていくスクリーンの本を作っていくということを始める、それで本を作っていくということの本を試していくということを始めます。そういうことをやりながら、また展覧会を同じような本を作りながら展覧会を作りながら、これもね、藤本よ、滝沢君も藤本君も GP というアーティストですけど、こう一緒に展覧会をやりながら本を作るということを始めて、これなんかはこう削った写真があって、これの超ミクロな部分を撮影して同サイズにして並べるみたいな、こう自分の作品をもう一回探訪し始めし直すみたいなことを作品でも試しに始めて本にするということをやってみたりしていますっていう、こういう流れがあって、最近一番最近作ったのが、今度はじゃあこう日々インスタグラムで、藤本亮君、滝沢博史君と1日ずつこう写真を、同じアカウントをインスタグラムでさのなみというアカウントを作って、でまず藤本君が撮って、次それを見て私が撮って、
私の写真を見て滝沢君が撮ってというのを95日間続ける、そして本を作るということを始めました。インスタグラムのいいところは見ると前のものを見えるんですけど、前から今に渡っているものが一目で見えてしまうんですね。そういうこと、そういう紅葉、そして毎日それを見るという紅葉が実は曲を一つ作り上げるように、なんか通底を通底する音楽みたいなものが実は、見えてくるんじゃないのかなっていう期待のもとに作ってみたっていう流れでございます。このあれです、滝沢くんとやってるやつの、はい、この本の形式とかデザインはどういうふうに決められたんですか？これは、デザイナーさんに間に入ってもらいながら。あ、入ってるんですか？それでね、出版社の方にちょっと相談してコンセプトワークとかも考えながら、まあ、最初はこう裏だけの表裏がある、滝沢くんの写真集と私の写真集、なんでそこをテーマにして表と裏が見える写真集にしようっていうことから始まって、だいたいだんだんサイトに、で私と滝沢君の写真似てるようで全然違うので、それを融合するのがすごく難しくて、こう細部によっていって、そしてまたこう反転して始まるみたいな作りに結局結果的として落ち着いたと。それで本自体も結構彫刻的な作りになってこう落ち着いた、感じになりました。そのなんとさざ波の場合は、はい、その見せ方というかデザインはどうしてるんですか？デザインは、もうすごく3人で結局やろうっていうことになって、藤本亮君がグラフィックが得意なので、藤本亮君と3人でスカイプミーティングを重ねながら決めていきます。なんかこう日めくりカレンダーみたいにしようとか、いろんなこの猫分厚いいろんな案はあったんですけど、結局インスタグラムって全て実は見えてしまうというね、アカウントがあるのでイメージが全てということならば、まあ、サムネイルの状態を示して、自分たちがやってることを示して、この活動を普及する材料にインスタグラムの活動に集中したらどうかっていう考えで、こうやっぱりフォトバックが先ですけど、そういう風な仕上がりにしていくことにします。風波は何をこうフォーカスしてるとか、コンセプトにしてその3人でやるとか、うんうん、多分一人一人動画が違うと思うんですけど、まあ、3人とも実はこのストレートフォトを得意としないというか、作品としてやっぱちょっと彫刻的な写真であり、こう複雑な、なんか彫刻的なこう物質としていった写真を自分の手に入れるみたいな所作が間に入りながら作品化していくということが似ていて、で私の場合はなんかこうストレートフォトにちょっと挑戦してみたいみたいなところが一つありながら、あとはせっかく3人で一つのアカウントを持てるっていうのはすごく面白いことだな、そして日々影響を受け合えるっていうか、こうある意味ちょっとずつなんかこうお互いがこう洗脳し合うというか、そういうきっかけにもなるかなっていう試み。それはあれですか、経験した何か結果でその気がついたこととか変質したものがありますか？そうですね、いわゆる作品の考え方も違うし、うん、そのいわゆる3人で1つのテーマを決めてやるということでは全然ないでしょう、うん、お互いの機会っていうか啓発するチャンスっていうことではあるけど、うんうん、それはどうですか、発見したもの、変質したものは何ですか？変質したものはなんか私個人としてはこうストレートなものを出すことに恐れが少しなくなってきたみたいなところはあるんですが、まあ、ストレートとは言えないかもしれないけど、ということと、なんかこう展覧会を私は実は両方とやってるんですね、2人で。こう やりつつも、今度はなんか出会いのなかった藤本君と滝沢君もくっつけて3人でやってるっていうことなので、私はなんか直感的に似てるところがあるとは思ってるんですけど、それがどこかわからない。
はこのなんか3人とも実は文章が小説文章が書きたいと思っているところが似てるのかもしれないし、そこをどっちかというとそこを探るみたいなところですね。なんか分かっているので分かってなくて、まず旅の途中という感じなんですけど、うん、なんか今コレクティブみたいなものだとゴールが設定されて、なんか物作りが始まるっていうのよりも、まあ、が多いと思うんですけど、なんかその影響し合うためだったりとか、そのまあレッスンというか、なんかそういうためのコレクティブっていうのを考えると、それをちゃんとその出版というか、まあ、アウトプットに通してやってるっていうのは結構あんまなかったような気もしますよね。ね、増やしたいんですよね、ニーズを。さだまみって名前は誰が言ったんですか？3人で決めました。なんかちょっとでも何か起こるようにね、願いを込めて。僕はまあすごい面白いと思ってるんですよ。あ、本当に？誰これ？面白いと思ってるって、まあ、仕上がったものとかの論評ではなくてね、つまり今の写真っていうのは、いわゆる昔だとコンテキストを作ったりとか、セールフィーを作ってやるでしょう、うん、そうなってないっていうことなんですよ。そうですね。だからそれはどういうことかというと、まあ、シンクロニックなものっていうことが重要だってことなんですよ、うんうんうん、だから関係ないものが似合うっていうか、シンクロするっていうことが一番の方法になるっていうことなんだと思うんですよ、それは。でどうしてそういうふうに加速されてるのかっていうことが問題だと思うんですよ。例えば批評っていうのは、批評の文章ってかなり失速してると思うんですよ、ね、うんうん、で批評文に何か頼って、いや創作したりとか、そういうことはもう失効してるんですよ。まあ、イムエージによる失効ってことですよね。そうですね。それを目指してるっていうのはあります。シンクロニシティが一番強いんですよ。シンクロニシティを受賞してるものってメディアだと思うんですよ、ね、うんうん、でそれも感じます。ありがとうございます。なんかイムエージによる失効のことになんかルグインもそういうことを言っていて、で私の基本的には SF 小説的なところがすごく似てるなって思うんですけど、その現代の神話という意味で、だから文章でこうテキストで考えるというよりはイメージで考えて進化していくという、うん、そういう部分は目指しているところというか関心があるところであります。それどうしてルグインなんですか？私はもう大学院生になるまで、もし大学もう結構な年で28ぐらいになるまで、私はファンタジーとかすごいくだらないと思っていて、 SF も全然くだらないと思っていて、そこでハッとルグインを読んで気づいた、目覚めたんですよね。これのやり方、私は写真、生物から写真を選んだ時に、人間についてよりよく意見にはどうすればいいかということを考えるのに写真の方が早いと思ったから写真を選んだんですけど、それで、あ、ルグインのアプローチ、こうファンタジーを描くアプローチっていうのは、私が写真を選んだアプローチとすごく、同期とアプローチにすごく似てると思ったので、そこで目覚めて、そこからファンタジー SF のファンになったんですよね。やっぱ写真とファンタジーがすごく似てる、ビジョンを追いかけてその後に文章がテキストが続いていくっていうことがすごく似てるな、それって神話的な思考法なんだろうなというところです。まあ神話的思考って言ったよね。神話的思考のベースになると2つあって、うん、1つはストーリーテリングですよね、うん、でもう1つはなんていうものの本源っていうか、つまりこうなんていうか自分となんか断絶したものとの対比、あ、対話っていうことだと思って、ね、うん、いわゆる分かり合えないようなものっていうか、うん、だからまあそういう写真撮ってる人もいるけどね。例えばどういうことですか？だからまあ例えばなんか出会ったそのオブジェクト、うんうんうん、でストーリー性、ストーリーテリングを反映するために撮ってないからね、うんうん、つまり私と何か断絶したものっていうので、うん、そうやって撮影してるんですよ。だからその組み合わせによって、そういう写真家はストーリー性のものか、突き放してるかっていうんだけど、なんかルイス・ボルツ的な、まあ、ルイス・ボルツ的って言ってもいいし、まあなんか、まあ、制作で言えばもの話、いわゆるそのなんかこう、なんていうか、いわゆるスナップ的になんかオブジェクトを撮るっていうものですよね。
だからあれ、田中さんの場合はその両方入ってると思うんですけど、ただまあストーリー性の方が強いかもしれない。でストーリー性が強いと思うんだけど、写真を焼いたりするからすごくオブジェクティブっていうふうになってるでしょ。そうなんです。なのでモノハンにはすごくシンパシーを感じるけれども、うん、なんかこう超限なんかこうなんかノイズハリキャット的な方法ではないというか、なんかそこがね、自分を何と定義すればどこら辺にジャンルに定義すればいいのかってすごくずっと悩んでるか。今日そのモノヨーコはある意味では写真の写真集っていうものが一つの作品。そうですね、それはなるという意味合いで、そうです、それを本当目指していくと、それが一番私の中では意味の分かる、うん、一人で本を作るということを考えるとすごく意味の分かる、うん、まあドキュメントでもないしかなわけでもないということですよね、うん、本自体が作品になるということで、ね、だからこの間なんか喋って、なんか iPhone が写真かもしれないみたいなふうに、写真集が写真かもしれないみたいな考え方になれば、ひょっとして私は、ね、写真集を壊しながら作るみたいなことができるのかもしれないけど、河原さんの作品、作品のものとして建築家にある、なんか存在する方で、まあ、十分にストーリーテリングがなされているというのは、それを多分空間としても実現されていると思うんですけど、うん、そのそれってすごいフィジカルな作品の関わり合いというか、うん、個人としての関わり合いというか、本に落として、その写真集や、まあ、別の体験ストーリーにするっていうことも、そのどういうその差をこう感じて本作りに関心が起こっているのかなっていうのすごい興味があると思いますけど、それはもうただ憧れかもしれないですね。なんか同世代の写真集が写真集にすごく熱中して作ってる、うん、小山さんの写真がたくさんいて、うん、そこの彼らにはすごくできて、私は絶対にできないっていうのはなんでなんだろうなっていうのはすごいずっと思ってます。例えば割と一般的な写真家というか、普通にその写真を撮ってそれを出しているという感じっていうのは、割とその最初の方の段階でチームを作ったりとか、まあコピーで、コピーして、こっちして、こっちで配ったりとかっていうことを結構最近は、まあ、一般化しているっていうのが多いと思うんですけど、田田さんはそういうことは最初の方のやられたことはないんですか？ないし、意味がわからないというか、私の中に回路がないので、多分写真との出会い方っていうか、写真の認識の仕方、うん、どういうところが好きで写真をやってるかとか、もともと多分ちょっと違うんだろうなっていうのは思ってます。それがこうどう本になってるのか、すごい面白いなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。